午後のセッション、1人目はですね、柴田さんによる3分でサービスの OS を入れ替える技術になります。それでは柴田さん、よろしくお願いします。はい、始めます。弊社の CM を打ち切って始めます。3分で OS を入れ替える技術ということで、GMO ペボの柴田が発表させていただきます。自己紹介です。前夜祭でも紹介というか、なぜか2個出して1個ぐらい取るだろうと思ったら2個とも通ってしまって、結構頑張って発表の準備をしたんですけど、ここの部分は同じです。被ってます。GMO ペボという会社でチーフエンジニアをやっております。あと Ruby のコミッターをやっていて、 Ruby のいろんなことには結構詳しいです。まあちょっと省略します。どんどん行こう。であとは浅草 Ruby という地域ミートアップ、まあ Ruby 好きな人とか Ruby で仕事をやっている人がこう集まって2時間ぐらいなんか喋ったりコード書いたりする、浅草 Ruby というものに毎週火曜上野秋葉原周辺に出没して参加してます。興味ある人はググって参加してください。なんか Ruby 作ってる人とか Rails 作ってる人がかなりの高確率で出現するんで、まあ、なんか困ったこととかあったら聞いたりすると直接 Ruby とか Rails が直る可能性が高いので便利なやつです。で、会社の紹介をちょっとさせてください。GMO ペボボという会社で働いてます。で、ロリポップとかミンネとかムームードメインとか、まあ、インターネットに関わる上で、まあ、皆さんが何かしら触るであろうサービス、またその技術領域の分野をいろいろ手掛けてビジネスをしております。企業理念はもっと面白くできるという言葉で、まあ、これはユーザーペボボのサービスを使っていただいているユーザーさんがもっと楽しいな面白いなと思えるようなものを作ろうという部分と、あと従業員自らがもっと面白くできるんじゃないかと、まあ、仕事の仕方であったり自分たちが手掛けているサービスをもっと面白くできるんじゃないかっていうのを常に忘れないで毎日暮らしていこうという理念で日々いろいろなことをやっています。で、ヤップシーエージアには、まあ、ちょっと下の方なんですけれどもスポンサーとしていろいろ協賛させていただいております。で、弊社からですね、結構ヤップシーに6個か7個ぐらい応募したんですけど、僕しか通らなくて、他のメンバーはなんかいろいろ面白い発表とかあるんですけれども、まあ、ヤップシーは残念ながら通らなかったので、まあ、しょうがないからもうなんか自分たちでカンファレンスやってしまおうという感じで、ペボボテックカンファレンスというのを開催する予定なんですけれども、これちょっと切れちゃって申し訳ないんですけども、なんか締め切り人数超えてしまっていて紹介しても参加できないというのは大変申し訳ないんですけれども、まあ、4回5回とおそらく続くはずなので、まあ、弊社がいろいろ手掛けているサービスの知見であるとか、まあ、そういう技術のいろんな話とかをもし興味がある方はちょっとこの辺をこのアカウントであるとかこういうキーワードを要チェックして、まあ、ぜひ話を聞きに来てください。結構ですね、なんかどんだけ伝わるか分かんないんですけど、バックエンドにモジャイル FS を使ってなんか1ペタバイトぐらいのストレージの上に Rails で S3 と全く同じ互換 API を作って、なんか S3CMD シンクでなんかデータを保存できるみたいな話とかが多分喋られるので、そういうストレージを作りたい人は聞きに来たりなんかウォッチするといいと思います。はい、じゃあ本編に行きましょう。ちょっとボリュームいっぱいなんでどんどんいきます。この発表のですね、もともとのストーリーの出発点というのは昨年の11月、半年ともうちょっと前ですね、昨年の11月の時点にちょっとまあ僕が肩を叩かれたわけです。で、まあなんかここの人物が、まあ、CTO なんですけれども、まあ、ちょっと肩を叩いて、まあ、月曜だったんですね。で、こうなんかさあ仕事しようかなと思ったら、こうちょっとトントンってちょっといいっすかみたいな、なんか結構多分分かると思うんですけど、こうマネージャーがちょっといいみたいな、ちょっとタバコ吸いに行こうかみたいな感じでこう呼び出されるわけです。で、こうなんかああなんかなみたいな感じで行ったら、こうですね、まあとあるこう素朴なサービスがありますと。で、素朴なサービスをこう3ヶ月後に
こうテレビ CM を打つと、そのサービスので、3ヶ月で CM 放映がされても絶対落とさないようにしてくれと。でなんかあーみたいな感じになって、でまあという出発点からまあいろいろやり始めたっていうのが一番の出発点です。でまあどれくらい素朴かというのを説明するとですね、あ、僕のスライドちょっと英語なんですけど、でも中学生よりひどい英語なんで大して難しいことは書いてないと思います。でまあ本当素朴で、データベースがあって、なんかアプリケーションサーバーがなんか数台、なんか5台ぐらい6台ぐらいあって、受けてエンジンクスとレイルズがいて、データベースからデータ引っ張ってきます、終わりみたいな、まあそういう素朴なサービスがあって、でまあキャップ2を使って、まあ、キャップデプロイとするとデプロイされるという、まあ皆さんもよくやられているようなもので、でまあここまで普通にシンプルな素朴なレイルズアプリケーションで、その中に、まあ、何ですかね、こうこのはよくあると思うんですけど、こう節約するのに1と2にだけこうなんかディエイドジョブとかレスキューを動かすみたいな、そういうワーカーが動いていると。まあアプリケーションロールって言ってるけど、ワーカーロールとぐちゃぐちゃになっている。であと何だかよくわからないんだけど、ポストリクエストだけを受け付けるサーバーとか、こうもう開発チームに聞いてもあまりよくわからないこう挙動をしているようなサーバーがいくつかある。あ、僕はもともとこの開発サービスのメンバーではないんですよ。メンバーではないんですけど、こう匿名で何とかしてくれっていうことでちょっと探偵業をしたら、これは何なんですかみたいなのがまあ結構ある。まあ多分よくある話だと思うんですね、こう自分が見てないサービスの場合だと。でまあこれをどうにかしてこうスケールアウトできるようにして、で CM なので、まあ、手作業でまあやってるわけにもいかないと、まあ、増やしたい時に増やせるようにしようと。で増やせる上でも、まあ、特にもうとにかく早くしなくてはいけない。でそれはで、まあ、CM、まあ、テレビの特番もあるんですけれども、まあ、放送されてから、まあ、1分とか、まあ、5分とか10分とかある程度、まあ、タームがありますけど、その期間にサイトに来ていただけるユーザーさんにこう不幸なあまり面白くない体験をさせてはいけないので、まあ、全力でその高速にスケールアウトをして、まあ、ユーザーを支えるというような基盤を作らなくてはいけないというのが、まあこれは使命ですね。で、まあ、これをなんとかせいということで、まあ、なんとかしましょうという話を始めた。でチームメンバーはもう何ですかね、なんか社内にいる人でできそうな人をもうなんか引っこ抜いてきてチームを強引に作って、で、まあ、この3人でやったって感じですね。まあ、この真ん中のうずらという人は、まあ、福岡にいて、まあ、矢野さんという人は東京にいるんですけれども、まあ、この3人で、まあ、アプリケーションコードからインフラのレイヤーまで全部やったっていう3ヶ月の戦いの歴史がこれから始まる。で、まあ、スケールアウトをどうしましょうかっていう話で、じゃあスケールアウトをしましょうと。で、まあ、その素朴なサービスの出発点はどうだったかというのを一旦ご説明すると、まあ、なんていうんですかね、ゴールデンイメージという呼ばれる、まあ、動いているウェブサービスを、ウェブサーバーをこうイメージ化すると、こう心温まる感じで、で、まあ、それをこう大事にこう温めて、秘伝のタレですよ要は、で温めて取っておいて、でその秘伝のタレをこうもう一度その本番にはくっつけない状態で起動します。で起動すると、まあ、当然前の動いているサーバーのいろんな設定であるとか状態がそのまま復活してしまうので、まあ、例えばホスト名であるとか、そのネットワークの設定を手で一生懸命書き換えて、いろいろも状態が衝突しないようにですね、するという作業を手作業でやっている。で、これは非常によくできた手順書があって、まあ、サーバー構築手順書みたいなものがあって、で、まあ、それに基づいて作業をして、まあ、1台追加するのに半日ぐらい、4時間とか6時間ぐらいかかって、サーバーを6台から例えば7台にしましたとか、7台から8台にしましたみたいな作業をしていた。で、まあ、これはまあタンポポワークスみたいな感じで、こうなんかなんですかね、で、まあ、その5台6台の時には非常にまあいい手順だったわけですね。まあ、その別に何もこの状態で問題は起きないし、ちゃんと手順に従ってやれば確実にサーバーを増やすことができる。ただ、まあ、これはその自動化するであるとか横にすごい並べるという部分では、まあ、全然このやり方じゃどうにもならないので、じゃあ何をしたかっていうと、まあ、パペットを使ったと。で、まあ、パペットでも何でもいいんですけど、まあ、動いてたサービスはサイエンスリナックス 6.0 を使ってました。
で、なんでセントスじゃないかというと、まあ、2年前くらいのセントス6の騒動をまあ覚えておられる方は、まあそうだよなって感じはあると思うんですけれども、まあ、セントス今後どうなるのかちょっと不透明な時期が一時期ありまして、で、まあ、判断として SL を採用したっていうのがここに来て火を吹いたSL かみたいなものがあって、で、まあ、であとは、まあ、パペットを一生懸命書き始めてた最中だったらしいんですね、まあ、その担当サービスのメンバーは。で、まあ、書き始めてる状態だったんだけれども、まだまだその本番をそのパペットの実行によってサーバーの状態を定義するというところまでは至ってなかったってことですね。まあ本番では使ってなかったよということですね。で、まあ、僕とかそのさっきのチームメンバーが最初にやったことは何かというと、まあ、そのパペットをまともに動かすように、まあ、全部書き換えたっていうのをやりました。最初の 1,2 週間ぐらいですかね。まあ、量は 5,500 ぐらいですか、桁数で。多分サーバーマニフェストとしては結構でかいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、コンフじゃなくて PP ファイルですからね。 PP ファイルだけで、まあ、こんぐらいは結構なサイズだと思うんですけど、まあ、それを全部ちゃんと本番投入できるように全部書き換えた。で、2つ目にやったことは、パペットには、まあ、パペットへアプライっていうふうに実行すると、まあ、シェフでいうとこのシェフソロのように、まあ、ローカルにあるマニフェストを適用するという機能があります。で、まあ、それを使ってそれまでは試験的にサーバーを構築するみたいな仕組みが用いられたんですけれども。まあ、それやるとそのスケールアウトとかを考えたときに、まあ10台20台とか100台とかに対してまずマニフェストを配布しないといけなくなるんですね。で、まあそういう省略できるものは技術で省略したいという思いがあったので、まあマスターエージェントモデルのアーキテクチャに置き換えました。で、まあ弊社はパペットが割と使っているサービスが多くて 7,8 割ですかあって、まあ、パペットマスターのその運用ノウハウであるとか、あとパペットマニフェストをパッセンジャーと HTTPD を使って配布するというようなそのパペットマスター D の運用のノウハウもたくさんあるので、まあ、その辺を全部流用する感じで、まあ、ちゃ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 っと構築してローカルのアプライモデルからエージェントモデルに切り替えました。はい。で、こういうふうに切り替えることで先ほど最初に紹介したゴールデンイメージですね、ゴールデンイメージをこう心温む感じで手順を組んでこうサーバーに投入するという作業がですね、まあ、最初にその、まあ、IaaS、AWS とかでもいいんですけどが提供している、まあ、その SL の初期イメージみたいなものに対してそのパペットのマニフェストを実行することで自分たちが欲しいサーバーの状態が、まあ、ゼロから手に入るようになったっていうような状況があります。で、あとはまあちょっとこれはこの先にどんどん進むんですけど、はい。で、まあ一旦ここでサマリーで、まあ、ここまですることでそのゴールデンイメージ秘伝のタレみたいに呼ばれてたものが、まあ、そのコードによってサーバーの状態が定義できるようになった。で、2つ目に、まあ、そのパペットと呼ばれるツールを使ってたというのが、まあ、ここまでのまとめです。で、まあ、個別にここはシェフでもアンシブルでも皆さんの環境好きなものに置き換えてみれても同じだと思うんで、まず大事なことはそのイメージをフリーズして使うみたいなことをやめて、まず状態をコードで定義するというのが大事なこと。で、ただ問題って、まあ、まだ解決しなくて、別にこれは作業手順は人間がやるっていうのは少しは楽になったんですけど、まだ全然サーバーの投入までの時間の解決にはあまりなっていない。で、次にじゃあ自動化をどんどんしていこうという話に入ります。で、まあ、大体こうサーバーを立ち上げてスケールアウトの時の必要なことって大体こういう話だと思うんですけど、まあ OS を起動して OS のネットワークとかホスト名とか初期設定して、で、まあ自分たちが欲しいようなサーバーの状態にまあパペットとかシェフ使ってして、で、そのアプリケーションコードですね、まあ OS とかの設定よりも変化のサイクルが激しいまあコードの投入の準備として、まあ、キャップの準備をして、で、まあ、レイルズをぶち込んで、で、レイルズが起動したら、まあ、ロードバランサーの方に入れて、まあ、サービスインというのが、まあ、主というか、まあ、ベーシックなサーバー追加スケールアウトのやりたいことだと思うんですけれども、まあ、これを可能な限り自動化しようと。で、まあ、でやったのが、まあ、SSH を使わないっていうやつで、
まあ、使わないんですよ。で、まあ、これは、まあ、絶対使わないというよりも、まあ、使わないという制約を入れたらその自動化が結構進む。で、なんか何でもできると結構自動化っていうのはうまくいかないもんで、自動化とであるとか、まあ、改善をするときに、まあ、何でもいいからなんか改善してとかじゃなくて、その無駄が起こりうるような要素を一旦禁止して、その昨日と同じ仕事をしようとしたときに、じゃあ何ができるかっていうと結構イノベーションが生まれたりするので、一旦まあ SSH を使わないでこの作業を全部やってみたらどうなるかっていうのを考えるようにしました。で、まあ、SSH を使わないっていうのはなんかどういうことかなっていうのを終わってから僕が振り返ってみると、そのサーバーの1インスタンスが皆さんのまあ MacBook とかで動いている1プロセスのようにまあ見えてくることかなと僕は思っていて、例えばなんかプロセスにこうアタッチしてなんか中身を見るとかってあんましないと思うんですね。まあ、デバッグとかする場合はするかもしれないんですけど、 C のプログラマーの方とかで、まあ、それって結構インスタンスレベルまでガーッとこう目線を上に上げると、まあ、SSH で入ることと同じかなと思ってて、で、まあ、2つ目に例えばじゃあそれアタッチした後にメモリを書き換えるかっていうと、多分あんまり書き換えないと思うんですよね。まあ、特に本番で動いてるようなプロセスをアタッチして書き換えてっていうのは、まあそれはそれでかっこいいと思うんですけど、あんまりそういうことはやらないで、まあ、それもまあ、動いてるインスタンスに対して、まあ、SSH で入ってなんか設定書き換えて、まあ、パペットとかシェフに保存もしないでこうリロードみたいな、 なんかそういうのと結構似た話かなと思っています。うん、だからインスタンス一個一個が、まあ、Unix というところの一個のプロセスかなというふうに考えると、まあ、割としっくりくる、僕の中ではしっくりきてます。で、まあ、これをやるにあたって何を使うかっていうと、まあ、ここに挙げられているようなツールを使って実現しました。で、まあ、クラウドイニット。クラウドイニット詳しいとか使ったことあるという方いますか？結構まばらですね。で、クラウドイニットはおそらく、IaaS、AWS とか OpenStack を触ってる方は絶対触ってると思ってて、まあ、何をしてるかっていうと、まあ、その、AWS だったら、ほとんどの AMI には、まあ、クラウドイニットがプリインストールされていて、その OS のランチの起動する時点である程度の設定を実行カスタマイズして自動実行することができるという、まあ、仕組みです。で、ただまあ問題点はですね、非常にドキュメントが少ないというか、公式にドキュメントがあるんですけど、これで何をすればいいんだっていうレベルのこうドキュメントしかなくて、非常に苦労したんですけれども、まあ、そこはコードを読んだり存在するドキュメントを片っ端から洗い出していろいろやりました。で、まあ、例えばクラウドイニットっていうのはこういうYAML を AWS でいうとユーザーデータっていう名前で呼ばれていると思うんですけど、ユーザーデータとして流し込むと、例えば、まあ、このパッケージは OS の起動の瞬間からインストールするであるとか、あの任意のユーザーを最初から作るということができるようになります。で、僕たちは、まあ、SSH でログインして OS の初期設定をやらない代わりに、まあ、ここでできることはここでやるというのを採用して、であとランコマンドというものがあって、ここにランコマンドなんとかって書くと起動時に、まあ、全自動でシェルの実行ができるですけど、そこはあえて使わないというルールを設けてやりました。ランコマンドが必要なものには結構それをまた自由が利くと何でもやりだすので、それはやらないで、ランコマンドでやりたいことはパペットを使ってやるというふうな方針にしてました。で、次にやったことは、ホストネームと IP の依存を排除した。で、まあ、スケールアウトすると、まあ、IP なんか分かんないし、あとホストネームもすごいいっぱい増える。例えば弊社ですと、例えば Web001 とか Web002 とか、まあ、そういう感じに3桁の数字で連番にするんですけれども、まあ、それ大量に増やしていって、であと落とすこともあるので。その、まあ、歯抜けの状態とかも残ったりするし、まあ、なかなかその大規模にスケールアウトするというような用途に、まあ、ホスト名であるとか IP で固定して何かをするというのはできるだけ排除したい。で、それを全部、まあ、これは Rails のコードの中に出てきた例なんですけれども、例えばちょっと Rails 触っていない方には伝わるか怪しいんですけれども、まあ、データベース YAML というデータベースの接続をなんか管理するやつがあって、まあ、その中にホストネームの先頭がこうソーラーだったら何かをするみたいな、
定義とかが、まあ、結構これはカジュアルにやったりするようなものなんですけれども、まあ、こういうのはちょっと困るので全部こういうホストネームのコマンドを実行して何かをするというようなものは排除して、 IaaS が提供している API を使ってホストネームであるとかその自分自身の IP は何であるかというようなものを取って処理をするようにしました。でここまで来た時点で、まあクラウドイニットを使って OS の起動で何かができる、であとホストネームによらないアプリケーションはホストネームによらなくなったということが実現できたので、先ほどのユーザーデータの流した後にこの、まあ、パペットを実行して、まあ、からの OS があってクラウドイニットで初期設定が実行されて、でその後にパペットエージェントを実行しますと。でここはクラウドイニットのおまじないに近いんですけれども、このセマホセムディレクトリーと、まあ、インスタンスっていうのはその今自分自身が起動しているインスタンスの情報 ID が入っているんですけれども、まあ、その辺を全部消して、消すとこのサーバーって言ってこの設定ファイルを指さしているのがおかしいんですけど、このサーバーを再起動した時にもう一回クラウドイニットが実行されるようになります。で一旦初期化ですね、クラウドイニットによって実行されたものを全部消し無効、再実行するようにした上で、まあ、AWS なら AWS の API を叩いて自分自身をインスタンスにするように、自分自身をイメージとして登録するようにしました。でこうしてこうすることによってとちょっと戻りますけど、まあ、この辺ですね、ここまでを全自動でと AWS に例えば AWS だと AWS に対して任意のユーザーデータを放り込んでスクリプトを実行するだけで、ここまでが完了した状態のイメージが作られるようになります。で次に Rails、 これちょっとおまけなんですけれども、まあ、Rails そのサービスでは Rails 3を使ってたんですね。で Rails 3を使ってたんですけれども、まあ、なんか大規模にこう CM 投資であるとかキャンペーンをしてしまう、キャンペーンが始まるとなかなかこうフレームワークのアップグレードとかっていうのは難しくなるし、まあ、フレームワークのアップグレードをして失敗すると非常に損害が大きくなるということで、準備の時点で Rails を3から4にアップグレードしちゃいました。で、まあ、ここはこのスライド1枚だけで30分とか喋れるんですけど、まあ、Rails のアップグレード手段については今日は省略します。で、まあ、僕は結構アップグレードとか得意で、まあ、2日ぐらいあれば大体でも書き換えちゃったりするんですけど、まあ、書き換えてもどうしてもやっぱエッジケースでその特定のリクエストとか、まあ、結構ユーザーの入力はこちらは予測できないものが多いので、まあ、その予測できないような、まあ、例えば絵文字であるとか、まあ、そういうエッジケースが投入された時に、まあ、どうしても落ちたりエラーになったりするようなことが、まあ、何回かありまして、まあ、前代ではなくて試験的にこう投入してチェックして直すみたいのをずっとこの天光さんという、まあ、このアイコンの方が試していて、で、まあ、大体こうリバートリバートリバートみたいな、なんかリバートしてリバートしたのを直してもう一回入れたんだけどやっぱダメでリバートみたいなのをこうなんかすごい繰り返す、まあ、なかなか、まあ、シャドープロキシーとか使ってやるといいんですけれども、なかなかそういうのを準備する時間と余裕がなかったので、まあ、試験的すごい影響が小さい範囲でこういうのを繰り返して、まあ、Rails のバージョンも上げておいたという感じですね。でここまで来て何が変わったかというと、まとめですね。で、まあ、ポイントとしてはまだここの今クラウドイニットとかいろいろ使ってイメージを作るようにしたというふうにお伝えしたんですけれども、その例えば素朴に動いているやつをこういきなりどっかにしようとかヘロクにしようみたいな話ではなくて、まあ、今目の前にある動いているもののこう純粋に人の手でやってた手順をこう置き換えれるものを素朴に置き換えながらこう自動化していくっていうのがまあポイントです。これはなんかだいたいこういう時にこうあんま使ったことないみたいなアーキテクチャをドンと入れると爆発して死ぬので、まずは目の前にあるものを使えるもので置き換えてこう楽にしていくっていうのがポイントで、でその使える手順をまあ自動化するとでするって感じですね。でここまで来た時点でスケールアウトに要するために必要な時間はだいたい1時間ぐらいまで減りました。で次ですね、で次は、
この自動化1時間ぐらいできるようになったんだけれども、まあ、例えば CM 放送されて1時間後にサーバー増えますみたいなこと言ってもしょうがないので、まあ、もっと早くしよう、でどうすれば早くできるかっていうのをこうずっとやっていきます。で CAP3 を導入しました。で CAP3 を導入して、で CAP3 はな、 CAP2 使ってる方ってまだおられますか？キャップ2、あんまり、じゃあ皆さんキャップ3とか別のツールですね。まあそのキャップ3は、まあ、単純にこう SSH を任意の指定したサーバーに対して実行するくんという程度のものです。ただ2はその、まあ、デプロイインテグレーションがすごい強力で密結合になっていて、まあ、なかなかその自分たちが SSH だけでやりたいことみたいなことは分離できないので、まあ、そのためにキャップ3に全部キャップ2で動いているタスクであるとか、あとまあサーバー構成であるとか、サーバー構成じゃないですね、サーバー設定ですね、設定等を全部キャップ3に準拠するように書き換えました。はい。で Rails Bundle っていうのを作りました。で、まあ、これをやりたいからキャップ3にしたんですけれども、まあ、これ、まあ、構想は僕が作って実際に書いたのはウズラさんなんですけど、まあ、例えばこのサービスだとこの Bundle Exec なんかアーカイブプロジェクトみたいに書くと、このアーカイブプロジェクトは何をしているかというと、その、まあ、ビルドっていうサーバーがあって、これはアプリケーションサーバーで、サーバーとは別で、まあ、本番に投入されてないただの CPU と IO を食うだけのマシンなんですけれども、まあ、ここにあるような、まあ、これはちょっと中のコードはまだお見せできないんですけれども、まあ、作業用のワーキングディレクトリーを用意して、で、まあ、バンドラーによる依存ライブラリの依存管理をして、で、まあ、NPM とか BOA を使ってフロントエンド周りのライブラリを突っ込んで、でアセットプリコンパイルを実行して、で、まあ、そこまで実行したものをターボールですね、ターボールとして GZ 形式で圧縮して、でその GZ 形式を配布、まあ、ダウンロード可能な、まあ、S1 とか、まあ、別に普通の物理サーバーでもいいんですけれどもにアップロードして、でワーキングディレクトリーを削除するというようなタスクです。で、まあ、バンドラーとかあと、まあ、NPM とか BOA とかアセットプリコンパイルとかすべてそのサーバーとは、そんな形で全部分離することができるオプションがあって分離で可能なので、まあ、この TGZ が300メガぐらい、200から300メガぐらいあるんですけれども、まあ、その1個入りの TGZ を回答してそのホルダーに移動して、まあ、ユニコーンであるとか、まあ、いわゆるラックアップ的な処理を実行するだけで Rails が起動するという状態にしました。でこれ何でするかっていうと、まあ、スケールアウトをするときに、スケールアウトをガッてやるときに、まあ、サーバーをすごい大量に増やして、まあ、50台100台とか増やしてそこに対して全部にキャップするっていうのはあまり現実的ではないので、それは昨日の発表の藤原さんが発表で言ってたような、まあ、ストレッチャーみたいなそのプル型のアーキテクチャに変えないとどうしても大規模スケールアウト に耐えることはできないので、まあ、例えばこういうイメージとしてはこういう感じで、このビルドサーバーで作った TGZ をなんかすごい接続があってダウンロードしても大丈夫な何か、まあ、S3 なんですけど S3 にアップロードして、で、まあ、そこからこう大規模その起動したサーバー全てからこう取得して更新するというような仕組みを構築しました。でこれはイメージですね。でそのイメージの中で先ほどのイメージ作成の部分で、まあ、エージェントを実行してクラウドニットを初期化してっていうふうな話をお話ししたんですけども、そこの途中に、まあ、こういう処理を投入することで、まあ、その S3 から AWS コマンドを S3、 これインスタンスの中から自分自身で、AWS コマンドを打てるように細工してあるんですよ。でそのインスタンス自身がなんか自分がやりたいことをなんか実行しろみたいなクラウドニットを送り込むことでなんか全部自動化を実現している。で、まあ、AWS からこういうファイルをコピーして、でこのファイルをその CAP のベーシックストラクチャー基本構成に合わせる形でガーッと回答して、であと起動するために必要な権限設定など、まあ、CHON は -R みたいなものをガーッと実行するという処理をクラウドユニットの中に放り込んで、そのイメージの簡単な取得とスケールアウトを実現します。で次にやったのはコンサルですね。ちょっとどんどんいきましょう。でナギオスを使ってました。弊社は、まあ、ナギオスを使ってサービスの死活監視をしているんですけれども、やっぱナギオス結構難しくて、まあ、僕がゆとりなだけなんですけれども、まあ、
やっぱナギオスって設定を入れて、人間が知っているであろう設定を入れて、でその設定に基づいて動くものなので、その人間が予測できないようなものであるとか、その知るために時間がかかるようなサーバー構成には非常にあんまちょっと弱いかなと思っています。なので、まあ、その例えば50台100台というような増えるサーバーに対して、まあ、ナギオスではちょっと対応しきれないなっていうのと、あと僕がすごいナギオスが苦手で、ナギオスのこう設定を書いて、で、まあ、インフラの詳しい方とかにレビューしてもらって、なんかこう動きそうだって言って、その適用すると動かないんですよ。でそれくらいちょっとナギオス弱者っていうのもあって、でちょっとなんかちょっと練習しても練習してもなかなかうまくいかないので、でまあ、そのナギオスでやっているような、まあ、プロセス監視ですね、プロセス監視であるとかそういうものはコンサルの方に押し付けました。でコンサルとコンサルアラートというものを使ってます。で、まあ、これも初期構築、まあ、構想と、まあ、僕は構想であるとかそのレビューをやって、まあ、具体的に構築したのは宇沢さんという方なんですけれども、まあ、こういう感じのダッシュボードがあって、で、まあ、これはコンサルの発表やっぱしの中で、まあ、すごいいっぱいあると思いますけれども、まあインサースが起動して、まあ、レイルズが起動して、で、まあ、コンサルが起動して、コンサルクラスターにジョインすると、その、まあ、ここちょっと見えないんですけども、エンジン X って書いてあって、エンジン X ここ100なんか100何十プロセスみたいになって、でここにホストネームがここにか生きてますみたいな感じで、勝手にこうエンジン X が起動しているよみたいな死活監視の仕組みがとあります。で、まあ、このコンサルとコンサルアラートを使って、まあ、大規模に予測できないようなサーバーの数が増えた場合であっても、それら全てのインスタンスとインスタンスの中に生きているプロセスの監視ができるようになってます。でエラーがあったら弊社全社的に使っているスラックの中でアラートを起こす。であとマカレルというのも使ってます。で、まあ、これもナギオスと同じような形で、やっぱ無人も最初からこう人間が知っているサーバーに対してこうリソースを監視するというようなものなので、まあ、ダイナミックスケールには対応していないので、そのダイナミックなスケールに対応している、まあ、リソース監視の手段を取った。でそれはまあマカレルというやつで、大体これマカレルについてもマカレルをどう使ってるかみたいなのを喋りたいんですけど30分経っちゃうんで、と、まあ、こういう感じでこう監視設定を設定して、まあ、リソースモニタリングはこれはとある1ロールの50本ぐらいの折れ線グラフですけど、まあ、こういう感じに1台1台の中の CPU、IO、ネットワークのリソースを監視するように変更しました。で、まあ、マカレル、まあ、ご存知かもしれないんですけれども、まあ、この辺にマカレルエージェントコンフっていうものに対して、このロールという文字列を最初に追加しておくと、その弊社はマカレルを全社で使用していて、で、まあ、サービスの数は10個とか20個とかあると。で、そのサービスごとに、例えばウェブとか、API みたいなロールと呼ばれるものがさらに5個とか10個とかあって、まあ、その組み合わせで言うともう100個とかすごい膨大な数になってしまうんですね。でそういうとこに未設定のホストが突然50個とか追加されると、まあ、非常に とても苦しい。でそれをこうマカレルのダッシュボードからポチ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 サービスとロール設定はしたくないので、まあ、ここにマカレルエージェントコンフと呼ばれるものにこのロールという設定であらかじめ突っ込んだ上で、その初期設定のクラウドユニットでマカレルエージェントを起動というふうな形にしています。ですのでマカレルはインストールはするんですけれども、あの起動はしないというような設定にしています。でこの設定、このロールが何かというのは、あのサーバーが起動する瞬間までわからないので、そのサーバーを起動するときにお前そのこれから追加しようとしているサーバーはこのサービスのこのロールであるというのを明示的に人間が指定して、まあ、こういう形でマカレルにジョインさせている。であとはあとリーブですね、あの動的にまあ、スケールアウトでアウトした後に、まあ、不要になったらダウン、あの落とす、あのサーバーの数を減らさないといけないの でサーバーの数を減らすときにこの、まあ、コンサルは勝手にいなくなるとリーブするんでいいんですけど、マカレルは、まあ、僕たちがやったこの2015年14年の間ぐらいの時にはまだその自動であのリーブするマカレルからいなくなるという処理がなかったので、こういう形のこう素朴な CUR の API を叩いて、そのこれですね、ここにマカレル ID というこのバーリブマカレルエージェント ID というものにマカレル自身の中でユニークな ID が存在しているので、
まあ、それをキャットしてリタイアするみたいなやつを、イニットスクリプトの中に、シャットダウンの時だけに実行されるというようなそのランレベルがあるので、まあ、そこのに突っ込んでそのサーバーがシャットダウンする時にいなくなるというような設定 をしてそれを動かすようにしてました。で、まあ、めでたく7月31日の発表でマカレルエージェント標準でこのオートリタイア機能が実装されたので、まあ、ここの会場で聞いている方はこのオートリタイア機能を使えばいいと思います。すごく便利、なんかいいですね。このエンジニアが一生懸命頑張ってやったのをこう公式がサポートして全部無駄になりましたみたいなってなんかこうイノベーションを感じてすごいいいですよね。でフルエンドDも使ってます。で、まあ、今まではこうサーバーの数がすごい固定で、まあ、5台6台固定だったので、まあ、ログはそのサーバーにあるし、まあ、サーバーを必要なくなりますって言った時は、まあ、ログを素朴に SCP とか Rsync とかでコピーして、まあ、対比みたいなこう牧歌的なことをやってたんですけれども、まあ、サーバーの数が5台から50台100台っていうふうに増えてると、まあ、そんなそれぞれにログインして、あのログの対比なんてやってられないので、まあ、フルエント D を使って、まあ、素朴なこうサーバー群からフルエント TD エージェントでログアグリゲーターと呼ばれる連中、まあ、これクライアントがクライアントじゃなくてサーバーそれぞれ一個一個の設定の例ですけれども、まあ、メインと対比系のやつを用意して、であとアグリゲートサーバーの設定、まあ、こんな感じ、これちょっと完全抜粋なんでイメージですけれども、こんな感じのアグリゲートサーバーの設定を書いて集約して、で、まあ、S3 みたいなものに置いたり TD に飛ばしたりみたいなことをやりました。で次はトールですね。そうトールで、まあ、これは Rails であのコマンドラインツールを、まあ、どっちが先かというと、まあ怪しいんですけれども、イメージとしてはあの Go みたいなこうメインコマンドサブコマンド args みたいなオプションズっていうようなあのコマンドを簡単に作れるライブラリがあって、その so ってやつを使ってとサーバーのインフラストラクチャーに関わることは全部これでコードに落とし込みました。で、まあ、例えばこれオーサムツールって書いてるのはこの名前を出すと分かっちゃうので、分かっちゃうというかちょっと出せない名前なのでこうオーサムツールって置き換えてるんですけども、例えばインスタンスデスクインスタンスでサブコマンドインスタンスっていうふうにして、で、まあ、ソウルを継承したインスタンスクラスっていうものがあって、まあ、そこにここでデフランチってするとこれはなんかオーサムツール -instances-launch っていうコマンドが実行できるようになるんですよ。で、まあ、コメカウントっていう、まあ、こういうまあ、読んでの通りですね、まあ、数字のを与えられるようにして、まあ、インスタンスランチっていうふうにインスタンスランチし10とかやると10台のサーバーが、まあ、今までご説明したような手順にを全部備えたインスタンスがこうボボボボって立ち上がるようにした。であと、まあ、結構もうなんか3、4台ぐらいの時はあのパースとかSaaS の画面に入ってポチポチしてるとこうなんかすごい仕事してるみたいな感じになって嬉しいんですけど、まあ、あんまそういうのをこう50台100台になってくると本当にやりたくなくなってくるんで、例えばマカレルを使っててちょっとなんか設定ミスとか API の不調でマカレルの設定が漏れてるやつらをこう全部直すみたいな、よくなんか使い捨てスクリプトとか IRB みたいなことでやる内容のコードを全部ソウルのコマンドでスケールアップとかマカレルフィックスロールとか、まあ、最後に登場するデプロイグブルーグリーンみたいなやつとかも全部このソウルを使ってコード化しました。でここまでで2つ目のサマリーで、まあ、クラウドノーとか僕は言ってるんですけど、まあ、クラウドイニットとかあとその人間がそのどれくらいサーバーが増えるかを事前にあんまり予測できなくても大丈夫なようなアーキテクチャをまあ使いましょうっていうのがスケールアウトのポイントで、まあ、あとなんかこれ大丈夫なのみたいなアーキテクチャをでもある程度試していけそうならなんか突っ込んでしまっていいんじゃないかっていうのが2つ目で、で、うん、あと3つ目はこう、まあ、手作業とかを絶対やらないようにして、まあ、手作業でやりそうになったら全部それをコードであるとかプログラムとかスクリプトに落としてやりましょうっていう感じです。で、まあ、ここまで来た時点でだいたいインスタンス1個起動するのに 2,30 分でバババババッとこう起動できるようになりました。はい、これ再生できるのかな。あ、ちょっと休憩で休憩 CM をご覧ください。
CTO なんですよ。目的って何なんですか。なんか本人がこうなんか YouTuber になりたいんですよみたいな。はい、じゃあ行きましょうって言って、なんか渋谷っぽい動画を撮りたいっていうので、じゃあお願いしますって。で、残りなんか20分ぐらいなんで、もうどんどん行きましょう。で、こうはまあエクストラミーいいですね。こう圧倒的に速くするみたいな感じで、僕はなんかこういうのが結構好きで得意なんですけど、まあ、先ほど説明したこの、まあ、設定 OS インストールからこうサーバーを起動するっていうような手順がまあこうありますと。で、これをですね、まあ、こういうふうにまあ分類するわけですよ。で、例えばどう考えてもこう遅い処理と、まあ、簡単にバババババってこう動くような処理にまあ分割してみようと。で、分割した上で、で、まあ、こういう順序で動くんですけれども、この重い処理をその非同期に実行すると。要するにあの重い処理ごとにフェーズを作って、そのイメージをそのまあ、べき等性を保った形で保存しておくというような手段を取りました。で、具体的にどういうことかというと、まあ、IaaS にはまあオフィシャルで提供されているようなあのピュアなクラウドイニットだけが入っているイメージがあると思うんで、まあ、それがあって、でそれに対してまず第一フェーズとしてネットワークとかあのパッケージ、まあ、Git と CR ぐらいは入ってないと困るみたいな設定をして、であとまあパペットであるとか、まあ、AWS とか OpenStack の CLI ツールを実行できるような最初の設定だけをしたイメージを作ると。で、次にその OS を起動するだけで Rails のアプリケーションが起動して HTTP を喋ることが可能なイメージを作るというような形で、イメージをこう段階ごとにこう踏んで、その重い処理が走る部分でこう集めて、あの止めてイメージを段階的に作るというのをやりました。で、そこで何を使ったかというのはパッカーを使ったんですけども、僕最初パッカーってなんか新しいデプロイツールなのぐらいなイメージで、全く何をすることか何をするためのものか分かんなかったんですけども、こうクラウドイニットとかで自分自身で API を作成するみたいなことをやってて、で要はそれをやるものなんですよっていうのをこうなんかうずらさんから教えてもらって、こうちょっとピコーンってひらめいたんですよね。で、まああの CTO の紹介をすると、 CTO あの社内でこういうなんすかね、すごい勉強になるスライドが非常に勉強になるスライドを非常にたくさん作ってて、まあこういうスライドペボに入るといくらでも見放題なので、あの福利厚生の一環として便利なんですよ。で、まあその CTO が作った学習におけるタイプで、まあそのまず実践してこう理解するっていうのと、まあその理論を読んで、まあ、パッカーっていうのはこういうことをするためのツールだっていうのを見て、ふむふむっていうふうにやってやるっていうのと、まあ、僕の場合はどっちかっていうと、そのパッカーっていうのはそもそも何をするものか分かってなくて、なんか自分がいろいろやってきたものがあって、なんかパッカーっていうのを読むと、ふむふむ、あこういうためのものなんだなっていうふうにやって、まあ結構このサイクルの中にこうピコンってこう合致して、あそういうことなのかっていうのがあって、ちょっと嬉しかった。で、まあ、パッカーじゃあ具体的に何をするものなのかっていうと、まあそのパッカーはまあ JSON フォーマットを突っ込むためのもので、あ突っ込むためのもので突っ込んでまあ動かす。でそこの JSON の中にはその IIS の中であの使うというふうに指定するそのインスタンスのサイズとかまあボリュームとか指定したり、あとそのクラウドイニットの初期設定を入れることもできます。でクラウドイニットの中、クラウドイニットを実行した後にまあランシン MD相当とも言えるんですけれども、そのまあパッカーが実行するシェルスクリプトのプロビジョナーと呼ばれるシェルスクリプトを入れることができます。で、多分先ほど説明したあのネットワークとかのパペットを実行できるようにしたミニマルイメージと呼ばれるもののクラウドイニットの設定とプロビジョナーはこういう感じ、まあ、クラウドイニットで、まあ、最低限のパッケージと、まあ、タイムゾーンの設定とかをして、でプロビジョナーの方でそのこれですね、まあ、YAM インストールして、まあ、AWS CLI を入れたりとか、まあ、この辺はちょっと説明省略するんですけれども、まあ、クラウドイニットがいじる設定をここでは指定できないクラウドイニットの設定をここでいじるみたいなことをやったり、プロビジョナルでやってます。で次に WW イメージですね。これはあの起動すると
と OS が起動するとユニコーンと、まあ、レールズアプリケーションまで起動するっていうやつなんですけれども、まあ、こっちのクラウドユニットはまあ特に細かい話はやってなくて、ホスト名をそのクラウドユニットのルールに従って書き換えるっていうのをやめろっていう設定を入れて、で、まあ、プロビジョナーの方でその起動するだけで、まあ、全部いい感じに動くっていうようなやつを入れてます。でちょっと工夫している部分に1個あって、でパッカーを実行した時にプロビジョナーって複数指定できるんですね。で複数指定できるので、そのプロビジョナーの最後の部分にこうサーバースペックを実行するみたいなやつを突っ込んでます。でこうするとパッカーってパッカーのプロビジョナーが走った後にイメージクリエーションっていうフェーズが走るんですけども、そこのイメージクリエーションの手前でこうサーバースペックを実行して、自分たちが期待しているようなサーバーのイメージになっているかというような実行確認をこのサーバースペックで実行することができるので、比較的安定して安心信頼がおけるイメージが作られる。で、まあ、当然ですけどもこのパッカーを実行するというのも結構オプションとかが細かくなったりいろいろめんどくさいので、全部このトールでコードにして、まあ、こういう感じで AMI ビルドミニマルってやるとミニマルができるし、ビルド www ってやるとこれは前回作った www のまあ、微等性確保してるんで差分実行で新しい www イメージができる。でイニットオプションをつけるとミニマルから0から全部パペットを流してイメージを作るというのができたり、まあ、任意の AMIID を指定してイメージを作るというのもできるようにしてます。であとインフラ CI というのも作ってます。で、まあ、インフラ CI というのはその、まあ、インフラの状態を、まあ、Rails とか、まあ、他のウェブアプリケーションと同じように、まあ、テストを実行して、まあ、状態をちゃんとコンティニュアス継続的に管理していこうというような思想のやつを実現してます。でそれはドローン CI というものを使って実現していて、でまあ、弊社今今年度からオープンスタックを大々的に全社的に使うようにしていて、まあ、ニャーって呼ばれるものなんですけれども、そのオープンスタックの上に Docker とそのドローン CI を立てて、これドローンの動作イメージなんですけれども、パペットマニフェストを変更してプルリックを、まあ、やってレビュー終わってマージすると、まあ、ドローンのが Docker コンテナを立ち上げてそのターゲット OS のイメージに対してそのパペットを実行してサーバースペックを流して、なんか死んだらこうもう一回やり直しで直すみたいなことができる。これいいですね。でサーバースペックはまあ特に詳しいことは説明しないんですけれども、弊社ではこういう感じにこうスペックレイクスペックってやると全部流れて、こんな感じでベースとかバッチとか DB マスター DB スレーブゲートウェイとかいろいろあって、こうそれぞれのサーバーロールごとにこのサーバースペックを実行するとロールだけのこうサーバースペックが流れるようにしています。はい。で、まあ、ここまで来た時点で、まあ、インフラ、まあ、そのパッカーで全自動でイメージが作れる、あとサーバースペックが継続的に実行されてテストが実行できるというような状態になってるんで、まあ、ここまで来たらあとはもうリファクタリングすればいいっていう話で、そのパペットエージェント時間かかるのをとにかく短くしたいので、まあ、不要そうな処理であるとかこのパッケージはいらないみたいなやつとかをこうアグレッシブに変えることができるようになりました。なので、まあ、例えばパペットマスター、そうですね、パペットマスターっていうのはちょっとややこしいんですけど、パペットマスターは HTTPD とパッセンジャーで動くやつで、パペットサーバーっていうのは次世代のそのパペットマスター D で、まあ、クロージャーで書かれてるやつで、まあ、これは結構高可用性なマスターのサーバーです、まあ、に置き換えるであるとか、あとはそのフューチャーパーサーって呼ばれるそのパペット3今使ってるんですけれども、パペット4で取り入れられる、まあ、便利なイテレーションとかが入ったパペットのシンタックスがあって、まあ、そういうのも導入して、まあ、CI があるんでこのシンタックスエラーで落ちたっていうのをまあ全部直すみたいなこととかを、まあ、なかなかアグレッシブにやって、まあ、この3人はなんか3万プラス4万マイナスみたいな感じで、まあ、いらんマニフェストを消したって感じですね。で、まあ、そうこうしているうちに、まあ、OS も別にパペットというのはそもそも OS 間の差分を吸収するツールですので、まあ、もう変えることができるようになった。いや、まあ、とはいえどうやってんのって言ったら、こうオペレーションシステムメジャーリリース6か7かでこうひたすら分岐を書くっていう話なんですけどもまあでもこれすごくやりたくないし、なんかすごいアギーなコードなんですけれども、まあ、テストがあって、まあ、パッカーで自動化してその SL とセントスナラでバンって立ち上げる状態っていうのが自動化されてれば、別にこんなにバンバン追加して
で、あ、全部セントス7で期待してる動きになるなっていうところまでたどり着けるようになるんですよ。で、まあ、なったんで、じゃあなりましたと。でひたすら書き換えて、じゃあ何を確認するかっていうと、まあ、あとはこのここの部分の中身のことについてはそのサーバースペックの方にお任せしてしまって、まあ、僕らが確認したいのは要はインスタンスが立ち上がった後にここの通信がちゃんとその多分ユニコーン、まあ、レイルズのアプリケーションがちゃんと HTTP 喋んのっていうことにしか関心がないので、まあ、そこの部分がその SL6 でもセントス7でも動いてんならまあいいやって感じでやってます。で、まあ、まとめはこんな感じですね。お、終了時間10分前ですね今。はい、やばい。で、まあ、やっとここでブルーグリーンの話が始まるんですけれども、まあ、ブルーグリーンデプロイってどういうことかっていうと、まあ、ユーザーが見てで巨大な超強いルーターがいて、まあ、ブルー系とグリーン系があって、まあ、ここを立ち上げたらこっち側にバンって切り替えてこっち側を叩き潰すみたいなのがまあブルーグリーンデプロイメントなんですね。まあ、要するに完全にこうイミュータブルなインフラストラクチャーの体現であると。これは夢ですね、これは理想で、まあ、でも、まあ、今までお話してきたような技術を駆使するとですね、意外とこれができてしまう、できてしまうということに気がついて、やってみたらできたっていうお話なんですよ。で、要するにインスタンスを、まあ、そのパッカーを使ってこいつらがっていうと嘘になるんで、 DB はまだブルーグリーンにはしてないんですけれども、ここのレイヤーのアプリケーションウェブサーバーがちゃんとテストされた状態でイメージ化されていると。で、それがちゃんと起動して HTTP として信頼できるおしゃべりをすると。で、その状態になったらここのルーターの部分につないで、まあ、ちゃんと動いて状態が信頼できるものになって HTTP 喋ってるんだから大丈夫だ、信頼してつないで、でここがまともに動いてるならこっち側をバンって叩き潰せばいいじゃんっていう話で、まあ、それをやってます。で、まあ、そうなると、じゃあこの超強いルーターっていうのが一番重要じゃんって話になって、実はその通り で基本的に AWS の ELB はまあ別に単純にこれ使えばできると思います。で、今 ELB は AWS でしか使えなくて、あのオープンスタックでは動かなくてちょっと面白くないので、今 EngineX とコンサルテンプレートってやつを使ったり、あと EngineXMRuby で動的に EngineX のアップストリームを書き換えるみたいなやつをちょっと R&D 的に今試しているという状況ですね。で、コンサルテンプレートについては一応部分的にプロダクションにも投入していて、まあ、こういう感じでスラックの方に流れてくるんですけれども、なんかコンサルのクラスターにジョインしたら Nginx のコンフがこのコンフが書き換わってリロードして、まあ、ちょっとこの長さでさせていただきたいんですけれども、ホストが2台から3台になったっていう感じで、まだの一桁台のサーバーのレベルですけれども Nginx とコンサルテンプレートは動いている状況です。で、これがまあブルーグリーンデプロイメントのコードの全貌なんですけれども、まあ、こういう感じのこう古いサーバーを取ってきて、で同じ数だけインスタンスを起動して、あとループしますと。で、インスタンス立ち上げたインスタンスがちゃんと全部インサービスになるのを待ちます。待つ、ひたすらループで待つ。で、待ってちゃんとインサービスになったら、ここで取ってきた古いインスタンスを全部叩き潰すっていうのを実行するだけで、これやるとあの OS のアップグレードとかもできて、セントスの7から 7.1 とか、あと 7.1 の YAM アップデートで例えば OpenSSL が全部、1.0.1E のなんかパッチレベルが出てたみたいな時も、全部この手段を使ってウェブアプリケーションのレイヤーでは全台50台100台入れ替えて終わりっていうことをしています。はい、はあ、で採用目的、いや、あの動画を作った彼をちょっと紹介しようと思ってて、まあ、これ鹿くんという人が、あの、なんですかね、渋谷の街並みをこういい感じに撮る動画を作ってくれました。で、まあ、これ CTO ですね、はい、でちょっとこれ採用ページなんですけれども、と見て、まあ、ここまでやって、まあ、ブルーグリーンの仕組みでデプロイとかサーバー入れ替えができるようになったんですけれども、まだまだやりたいことはすごいいっぱいあって、このイメージを作るであるとか、そのまあパペットのマニフェストをマージしたら勝手に全自動でイメージが作られるっていうレベルまでこう自動化したい。あと、その今 DB はやってないって言いましたけれども、まあ、DB とかメムキャッシュみたいな、まあ、ミュータブルなサーバーもこういうような構成にどうすればできるのかなっていうのを考えたり、
あとそのイメージ作成って API を使うとどうやっても15分とか20分とかかかってしまって、じゃあなんか10分おきにデプロイしたいみたいな話とか、コードを更新したいとか、10分おきにそのサーバーをスケールアウトしたいみたいな時には対応できないんですね。でそういうのをこう開発の速度に合わせて可能な限りその高速にユーザーに新しいものを届けるようにするにはどうすればいいかっていうのを今考えたり、あと、まあ、ここまで来たらなんかそもそもどっか使っていいんじゃないみたいな話も最近ちょっとぼちぼちと思い始めてて、まあ、例えばどっかを使って何かその解決できる領域はあるのかなみたいのを考えたりしていて、でもうなんかとにかく人手が足りないというか、なんか僕が2人とか3人いるといいんですけど、まあ、こういうのをやってもらいたいんで、こういうのをやりたいという人はぜひここに応募してください。終わりです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは質疑応答の時代にしたいと思います。質疑応答ある、あ、質問ある方挙手でお願いいたします。いらっしゃいませんか。あ、その前の方。Google インデプロイメントにつきまして、これからどういうふうに Debian のことを実現していこうかというお話があったかと思うんですけども、会社の中でも同様の課題をやっていて、どうやってこうなった話をしてたんですが、もし今現時点でこんなふうにしたらいいのかなというふうなアイデア等々お持ちでしたら、ぜひお尋ね願いたいと思うんですけども。はい、アプリケーションサーバー以外のブルグリーンデプロイメントということですね。データベースであるとか、まあ、キャッシュ、まあ、メムキャッシュ、レディスについてはもう完全にノーアイディアなんですよ。で逆にそこについては置き換えとかじゃなくて、その同じサーバーでそのエンジニアであるとか、まあ、そのオペレーターが困らないような構成であるとか、そのソフトウェア開発のやり方の方に注力した方がいいんじゃないかと思いつつあってあるっていうのが一つ目と、あと、まあ、その本当にパーシステッドなストレージ以外については、例えばワーカーであるとかバッチサーバーみたいなものについては、まあ、できると思うので、まあ、ただやってないだけなのでどんどんやっていこうかなと思ってます。ありがとうございます。その他質問ある方。真ん中の、セキュリティアップデートってどうしてますかっていう質問で、もう予想ではなんかビームアップデートしてイメージ作って、それでブルーグリーデプロイっていうふうにしていらっしゃるんでしょうか。はい、その通りです。その、まあ、CentOS、まあ、OSS の OS を使うということは、まあ、その OS のディストリビューターを信じることだと僕は思ってるんで、まあ、その CentOS7 で、まあ、CentOS チームがセキュリティ対応としてこれが良い、これを対応したっていうのを信じて、まあ、そのパッケージを使うっていうのが僕はセキュリティ対応だと思ってますと。であと、まあ、その上に1個その、まあ、Rails のアプリケーションが動いているんですけれども、まあ、そのディストリビューターの範囲以外のものとしては、まあ、そこについては僕はなんか幸い Ruby いろいろできるんで、まあ、その Ruby の何か脆弱性があった場合は、まあ、独自にパッチを当てるなり新しいリリースをしてくれというふうにこうちょっと とあるチャンネルでこうつぶやいたりして、まあそれで備えて全部セキュアな状態を保つというのをやってます。ありがとうございました。その他質問ある方。じゃあ一番前に。アプリケーションサーバーを水平にスケールアウトしていくときに、あ、すみません、質問が簡単なのが2つあるんですけど、1つアプリケーションサーバーを水平に、スケールアウトしていくときに、必然的にその後ろのデータベースだとか、のレイヤーに、負荷が、高くなってくると思うんですけど、そこをどうしてるんですかというのが1つと、もう1つはアプリケーションサーバーを水平にスケールアウトさせる、基準となる、トラフィックや負荷を、どうやって、見ているのかで判断しているのかというのを教えていただけますか。はい、いい質問ですね。今のところそのスケールアウトをする際にその障害が起こる、障害というか、まあ、何かが詰まるみたいな、リソースが何か詰まるというような状況は今のところ起きていませんと。でそれはなんでかというと、その
なんか1のものを10にするみたいなことって今のところ弊社ではやってないっていうのと必要がないっていう状況なので、あらかじめ例えば5とか6ぐらいまで増やした状態でこう走らせておいて、ちょっと 1.5 倍にしようみたいな状況になった時に、まあ、5を10にするであるとか5を8にするみたいなことをやってるので、まあ、そのパーシステッドのやつらに負荷が詰まるということは起きてません、やってませんっていうのと、あとそのスケールアウト、まあ、縮めるっていう部分をどういうふうにやってるかっていうのは、今のところその何ですかね、まあ、エンジニアの外の方でその大量のアクセスが見込まれるみたいな情報を積極的に入手して、この時のこの時間帯に、まあ、視聴率とそのなんどこまで言うかちょっと際どいんですけど、その視聴率に基づくそのテレビのパラメーターがいろいろあるんですけども、まあ、それをこう計算してサーバーは何台必要だみたいな計算式を作ってさあのバーンと上げるっていうのをやっています。でそこの部分はあの本当人間やりたくないと思ってるんで、まあ、自動計算君であるとか、あとそのマカレルとかマカレルですね、マカレルみたいなリソースモニタリングから API を取ってきて、こう傾向が見られたら自動的に増やすっていうようなものは入れたいなと思ってます。分かりました、ありがとうございます。はい、では以上になります。柴田さんどうもありがとうございました。